ザウターピアノカールザウターピアノフォルテマヌファクトゥア GMBH&COKG、OK、は主廃品源にある1819年創業のアップライトピアノ及びグランドピアノ製造業者である。自身をドイツ最古の現存するピアノ工房と形容している。ビュルテンベルク主廃品源で生まれ育ったヨハングリムはピアノ製造を学ぶため同じシュバーベン人ンの アンドレアス・シュトライヒャーと共に1813年にウィーンへ移った。ウィーンに6年間滞在した後、グリムは故郷へ戻り、スクエアピアノの製造を始めた。グリムの一個あるザウターが1846年に作業場を引き継ぎ、マニファクチュアへの移行を始めた。それ以後、会社はザウターの名を冠するようになった。今日、ザウターは国際的に名高いピアノ製造業者である。 1952年以後はグランドピアノ、2000年以後はコンサートグランドピアノも製造している。1993年、当時の多くのピアノメーカーと同様に会社は倒産寸前であった。生産技術者の夫ホットが経営を引き継ぎ、会社を再建した。それまでの中価格帯に注力する代わりに、ザウターは、 富裕層向けの高品質な高価格帯商品の生産に専念した。これは特に海外で成功を収めた。ザウターのピアノはオスロ歌劇場やパリ国立高等音楽院で使用されている。アメリカのジャズピアニストボブ・レイブン・スクロフトはザウターのピアノデザイナーマイケル・スプレーマンによって設計された楽器を所有している。ザウターは1980年代には 年間約2000台のピアノを生産していたのに対して、今日でも年間約500台を生産しており、約500万ユーロの年間売上高を上げている。会社は約50名を雇用している。インプレッサムでアザウター・ベブ・ザイタ、ハット・ザウター・ベブ・ザイタ・アンターネクメンス・ジェシークとハット、ソターズ・ボースト・スインダイ・ウェルツ・ピツェ。2017年2月3日閲覧。ありがとうございます。